さんお久しぶりです。こんばんは、 SK48 の佐藤美恵子です。わーわー。ですね、模様替えをしたので、あの後ろの景色が変わりました。今日はこの子も座らせてます。はい、久しぶりのお手紙動画なので、手紙が溜まっててですね、これが最近のやつ、これが6月の終わりぐらいからいろいろです。ということで、かなりごちゃ混ぜでいきたいと思うので、結構昔の手紙も出てくると思うんですけど、許してね。どうしようかな。そうだからね、誕生日カードとかもめっちゃいっぱいあるんですよね。例えば誕生日カード、ありがとうございます。この辺が誕生日か、ちょっとね本当に分かんないんだよね。しょっちゅうお見舞いもいただきました。もういろいろごちゃごちゃ。ありがとう。シアターの女神公演の印象、ありがとうございます。なんか久しぶりだね、本当に。この動画撮るのも久しぶり。あ、そうなんですよ。ちょっと質問とはでも何でもないんですけど、シアターの女神公演、衣装が最初の勇気のハンマーの衣装は AKB さんのお借りしてるんですけど、隕石の確率、愛のストリッパーの赤い衣装と、シアターの女神公演、シアターの女神じゃない、シアターの女神の曲の衣装は SKE オリジナルで作っていただいていて、もともとのシアターの女神公演を知っている方は分かると思うんですけど、シアターの女神の曲の衣装は結構変わってるんです。で、SKE はやっぱ清掃っていうイメージだから、それに合わせて衣装を変えてちゃんと SKE らしくしてあるんだよっていう風に衣装さんに言ってもらってて、すごい近くで見ないと分かんないんですけど、布に SK48 ってロゴがデザインされてるので、すごいお気に入りですね。お手紙ありがとうございます。そうなんですよね。よっよっ、かわいいこのハガキ、ありがとうございます。遅くなりましたが、お誕生日おめでとうございますというお手紙でした。はお、初めてファンレターを書きます、ありがとうございます。ありがとうございます。今ここでなんか本当質問とは関係なくなってるんですけど、あ、どうしよう、まあいいや、よくないけど、あ、これカードだ絶対。
スカートって触った時に分かる。新公演おめでとうございますということで、ありがとうございます。カード置き場、こっちカードでしょ、カード置き場でしょ。ランダムで撮ってますよ、手紙。あ、手紙じゃなくてプレゼントでした。あ、文庫本カバーだ、嬉しい、ありがとうございます。なんか可愛い文庫本カバーを、探してるんですけど、文庫本カバー、私が好きな文庫本カバーは、これもそうですけど、こういう柔らかくて、優しい手触りで、あんまり厚すぎないのが実は好みで、で、なんか可愛らしいやつがいい。今、ここにないわ。最近ね、また可愛いのゲットしたんですよ。ありがとうございます。ありがとうございます、本当に。危ない。お誕生日おめでとうということで、ありがとうございます。黄緑、あ、ん、黄緑。許してね。あ、ビリビリになっちゃった。ちょっと下でやろう。下でやるわ。下でやります。よいしょ。ありがとうございます。九州の方ですね、ありがとうございます。すごいよね。で、同時に取れたカード、カード、ありがとう。おお。よし、カード、お手紙も入ってたよ。ありがとうございます。カードだったけどいいやか。おお、おお、おお、あ、これ飾れるやつや。ありがとう。少しというかかなり遅れてしまったけど、プレゼント受け取ってください。ありがとうございます。ありがとう。よいしょ。どうしようかな。じゃあこれ、27歳の誕生日おめでとう。ありがとうございます。何に対してのありがとうございますだったかというと、ハレーション S 字を見たよっていうやつ。あ、ちょっと2曲で終わりって決めてたから、これ最後の手紙にします。ちょうど質問もあったから。質問、直さなきゃと思ってはいるけど直らない癖はありますか。夜更かしは直らないね。今もこれ実は結構深夜なんですよ。夜更かしと、直さなきゃいけないけど直らない、直さなきゃいけない。あとでも部屋の片付けはあんま得意ではないですね。捨てられないんですよ、物が。うん、それはあるかな。そんなところでしょうか。それでは今日はいっぱい撮りたいと思うので、その2を楽しみにしていてください。おやすみなさーい。